ベース RC ブースターは、いろんな使い方ができます。今日は僕はブースターとして使ってるんですけども、ソロが回ってきた時に、いわゆる少しトレブルをちょっと削ったような、トーンを少し絞ったようなサウンドです。でなおかつちょっと音量を上げたいなって時にすごく重宝します。いわゆるすごく上の方が少し、取れて、すごくマイルドなサウンドで、気持ちよくソロが弾けます。であともう一つ、よく使ってる使い方としては、移動が多くていろんな、ベースアンプを使う方ならよくわかると思いますけど、常にベストなベースアンプが、あるというわけではないので、これで僕はいつもかけっぱなしとかそういった状態にして、いわゆるプリアンプ的な感じで、使うことも多いですね。今日は、ベースアンプ全然問題なくてバッチリなんで、今日はブースターとして使ってますけども、いつも、これは、今日ベースアンプちょっとやばいなって時とかは、これをかましてかけっぱなしで、弾いてます。すごく、助かってます。電池ですごい持つみたいなので、こういうのがケースに1個入ってると、とても便利じゃないでしょうか。このベース BB プリアンプと、ベース RC ブースター、これ2個で、使うこともすごく、おすすめです。とても強力な、エフェクトですね、おすすめです。